ですヒートアイランド飛び飛びでカバン毎日ドキドキですヒートアイランド飛び飛びでどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パワテラです。というわけで、今回なんですけども、速報、リーク情報、20台ガレージと大型アップデート、いくら必要なのかということになります。まずは、12月10日17時過ぎに、テッツ氏がこれリークした情報によりますと、なんと20台ガレージが追加されますよと。さらに、新しい車種、エージェンシーというアップグレードをした車両のカスタムショップというのも、追加されるということになります。なので、この映像に出ているところですね。ここが20台ガレージになるんじゃないかということになりますね。で、これ上にもね、階段があるっぽいんで、もしかしたらオフィスみたいな感じのオフィスガレージっぽいような感じになってくるんじゃないかなっていうのが濃厚かなと。さらにカスタムショップを例えば乗ってる状態で右十字キーを押すとカスタムショップに入れて専用の車両をアップグレードできる、なんか今までにないようなカスタムをつけられるんじゃないかということで、アーモリーとは別でアップグレードできる新車のカスタムショップ、ワークショップが追加されるということになります。まあ多分オフィスのね、ガレージのような感じで、右十字キーでカスタムショップに入るっていう感じだと思うんですが、今回の大型アップデートで追加される車両の中には、全部かどうかは分かりませんけれども、何かアップグレードができるっていう車両があるんだと思うんですね。で、その専用のカスタムショップとなり、それは今まで例えばアリーナのワークショップってあったと思うんですけど、あれはアリーナの車両をアップグレードするには必ずアリーナが必要でしたのような感じで、今回の新しく追加される車両もここでしか専用でね、カスタムショップとしてアップグレードできないんじゃないかということになります。なのでアップグレードっていうのが今までにベニーズだったりとかアリーナだったりとかあると思うんですけれども、さらにこういった感じで新しいね、アップグレードが追加されるということになると思います。で、ここからの映像はこれファンメイドによるとなんですけども、要するにファンが作ったよりこんな感じで出来上がってくるんじゃないかということなんですが、ここ価格を見てください。だいたい500万ぐらいという予測になってるということですね。またこれ10台ガレージって出てますけど、これ実際は20台ガレージになると。で、予算がどれぐらい大型アップデートにね、必要なのかということなんですが、今の施設系を見ただけで500万は使うということになります。フランクリン・クリントン・パートナー・エージェンシーという建物になっていて、この中からまあガレージですね、またアーモリーっていうところがまあプラスで60万ぐらいしてるのかな。さらにセキュリティセンターとかね、まあ、防犯設備ですかね、まあそのような感じでどんどん追加になると、まあ490万という予測になってます。これはまあ最低限でもね、もしかしたらいいかもしれません。例えば、コサとかとかをね、購入するとか、他の施設系もそうなんですけども、本体代金はそのフルカスタムの大体半額ぐらいだとは思います。200万とか250万ぐらいがいってもそれぐらいかなと思います。で、いろんなカスタムをするとトータルで500万ぐらいすると思うので、まあトータルそのね、めちゃくちゃアップグレードした状態で全部買う必要はないかもしれません。なのでそのあたりは、例えばパパテラがライブでやってフルカスタムで買ってみて、ちょっといらないなっていう部分はちょっと削ってもいいんじゃないかなと。その辺はね、若干ね、節約できるかもしれません。またお金に余裕が出てきてから、まあちょっとアップグレードするのもいいかなと。またエージェンシーアップグレードっていうのは今までにないスーパーカーの機能を発揮できるのかどうかというところですね。なので今までの GT オンラインの車両とかでまあ、最速の車両とかって多分ね、まあ、300キロを超えないような車両が多いと思うんですね。まあ、それが時速300キロを超えるようなことができるのかどうかっていうところですね。今回の大型アップデートの追加される車両のモデルとしてはSSC トゥアタラという車両も、追加されるってなってますので、それがめちゃくちゃね、今までのねデベスト8とかそういった車両よりも速くなるのかどうかっていうところですね。またこのアストンマーティンビクターという車両も、6億円以上と呼ばれている車両なので、 GTA の中でもマックス高い価格帯で200万ドルから300万ドルね、近い車両になってくるんじゃないかなと思います。今これで現時点でもう800万ぐらい使うような感じですよね、トータルで。続いて先ほど言っていた世界最速と言われる車 SSC トゥアタラという車両なんですが、これもまあ200万から300万ぐらいするんじゃないかなということで、もう今現時点でトータルね、1000万ぐらいいってますね。さらに、これも多分ね、人気が結構ね、上がってくるんじゃないかなっていうランボルギーニですね、シアン。これにも、250万ぐらいはね、まあしてくるんじゃないかなということで、もう1250から1300万ぐらい使うような計算となります。さらに、まだまだね、追加される車両っていうのはあります。また、本体代金だけでもしかしたらアップグレードがめちゃくちゃお金かかる可能性あります。例えば過去にベニーズの車両で、例えばね、エレジ RH8 無料の車両でした。でもアップグレードは90万ぐらいしますとか、サルタンをアップグレードしたら本体代金は 1,2 万程度なのにアップグレードが 7,80 万っていうこともありえました。で、こちらカイエン SUV ですね、ポルシェの SUV、 これも150万以上するんじゃないかなということになります。で、特にね、これからお金かかりそうな部分なんですけれども、次は、この150万ドル程度かなっていう風に予測しているエナスジャビリーっていう車両なんですけれども、これ走行がついていて、もしかしたらですけど、大統領のね車両とかでね、ビーストだったかな、なんかそんなようなありますよね。ああいう機能が備わってくるとしたらですよね、いろんなカスタムがね出てくるかもしれません。ロールスロイス、カリナン、これにまあいろんなね防弾仕様だとか爆破に耐えるとかっていうのがねついてるとは思うんですけど、さらになんかいろんな違う機能がついてくるんだったらめちゃくちゃお金かかるかなと思います。また武器ですね、これも1つ100万ぐらいしちゃうんじゃないかということで、もうトータル2400万500万ぐらいいってると思います。さらにこのデュボーシーチャンピオン、これも200万ドル程度かかると思うし、オープンカーでちょっとどの車種かねまだ把握できていない、予測できないちょっとね車両もありますので、トータル3000万ぐらい必要になる可能性はあります。というわけで、今回は3000万ぐらい必要というね理由がここにありますので、全部ね買い揃えるのか、もしくは動画とかライブを見て本当必要最低限をね購入するのか、自分がね無理ない予算集めをねしてみてください。まあ、最低でも1000万ぐらいあれば結構楽しめると思うので、あとは大型アップデートを着ながらちょっとずつ稼ぎながら、いろんなものを集めていくっていうのもありかなと思います。いきなり全部購入したい人は5000万ぐらいあれば多分十分かなっていうことです。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Hold up. Smoke weed every day. Smoke weed. Hold up.